イーソルティさん、はい、本当はですね今回4人でエントリーだったんですけども、急遽ねお一人欠けてしまいまして、今日は3人で頑張っていただくっていうね、急遽でもできるもんなんでしょうかね、ちょっと心配だったりするんですが、いらんお世話ですかね大丈夫です。大丈夫ですか。はい、なんかねおめでたいこともあったり不幸なことがあったりですね、はい、はい、5人のバンドなんですけど、はい、1人は結婚式がですね、はい、身内でありましてもう決まってて、はい、エントリー4人なんですけど、逆のことが昨夜起きまして、はい、あ、そうなんです、ね、下関に帰っちゃいました。昨日ですか、はい、あら、で昨日の今日でできちゃう3人組、すごいですね、見物でございますよ。それでは準備バッチリでしょうか。はい、はい、それでは3人で頑張ります。イーソルティの皆さんです、お願いします。勝手に出ていけお姉ちゃん、ワン、ツー、スリー。名古屋からお邪魔しております。6回目、第2回目から、1回落選を含めて5回か6回1回落ちました、バイシクルコース。このバイシクル手拍子無料、このバイシクルTV
をして、皆さんと歌いたいと思います。優しさに包まれたなら。そしてこれがスチールギター、そしてこれがガットギター。ガットギターの音色をお聞かせしたいと思います。キューちゃん、トークトークトーク、名古屋からやってきました。ありがとうございます。ひとひねり足りない、常に、親父ギャグを意識しながらステージに立っております。ですけど、あのいざ家って言われるとなかなか言えないもんですよね。あのいつもで考えるんですけど、やっぱり難しいですね。時間もあんまりもったいないし、くだらんギャグ言って今日はただですね、はい、そうですね、時間押しておりました。それではいくよ、皆さん、ユーミンの歌です。優しさに包まれたなら。永瀬大丈夫？心臓動いてる？はい、退院おめでとう。優しい
道レイ、バシッと決まったところでイーソル T さんありがとうございました。ねえ、急遽3人になってもやっぱできちゃうもんなんですね。なんとね、結成も2006年の10月の風の音コンサートの出演を目指して結成したユニットっていうことですので、もう9年ぐらい経つわけですか。そうですね、9年目の風の音コンサートで、風の音、今度25日ファイナルになります。はい、風の音10回目でもう工房が閉まっちゃいまして、そこに出動させていただきます。泣きながら歌います。はい、本当に泣きながら歌うんでしょうかね、この陽気な感じの蛍光色の。はい、でもね、今回3人だったんですけど、どうでした？急遽3人で演奏してみて。大丈夫です、よく休むやつがメンバーにいますから、たくさん、はい、もう臨機応変にってことなんです。そうです。急にどうしたんですか、雨をチュパチャップスを急に舐めない。朝あの素敵な白雪姫にもらった雨ですから。大丈夫ですか、毒リンゴとかじゃないですかこんなところでちょっとした寸劇も入りつつはい、ではですね、今度25日最後のね、あの風の音コンサートを頑張ってきてください。はい、来年までぜひ5人で、はい、イーソルティさんのまた素敵な歌声とみんなと一緒に盛り上がれたらなと思います。ありがとうございました、素敵な演奏ありがとうございました。